こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。チモです。はい、私たちは今中古のハイエースを買ってキャンピングカーに DIY したいなって思ってるんですけど、今日は車中泊がしたい、してみたいということで、ドリームドライブさんに車を借りに来ました。イエーイ。では早速乗り込みます。じゃあマリコさん、運転お願いします。はい、行きます。お高いよ。見やすい？見やすい。おお。なんかやっぱ幅は意外に普通だわ。すごい。富士山見えてきたね。富士山着いた。イエーイ。今下でヤンス。ヤンス。よいしょ。ありがとうございます。運転。運転でごわす。ありがとう。寒いでごわす。寒いですね。今日はどこに来たんですか？今日は。富士山にやってきました。じゃーん、じゃーん、やばーやばー、超ちっちゃめっちゃ気持ちいいやばいね。富士山見ながら出れるわ。でれれれれれれれん、マウント富士。どう、車の中は快適？快適。すごい好き。外めっちゃ寒いのにこの中暖かいよね。そしてマジでこのマットレス最高じゃない？最高。今すぐ寝れそう。食材を買いに行ってきましょう。はい、で1時間しかない。やばいやばいやばい。優柔不断になれないじゃん。せっかく綺麗に食べてくれたのに。ありがとう。いや本当ですな。美味しそう。本当だ。高い。高いね。でもなんか一個くらい欲しいな。そうそう。めっちゃ美味しそう。この蒸し鶏ガーリック。スパイシーの方が安いからスパイシーにしていく？うん。OK。中はソファにしました。これなんだろう。肉焼くやつ。あ、ストーブか。いやいや。今から何作るの？から鍋、ご飯の準備始めます。鍋用野菜セットを使います。コンビニで買ってきました。なんと道の駅もう売り切れてました。もう全部お手軽飯みたいになっちゃった ね。そして鍋キューブを使います。鍋キューブこんな感じなんだね。で沸騰するのを待ちます。あと火の通りにくい順に入れて入れるように火が通ったら出来上がる。終わり。やった。アメニティあるの？すごい。アメニティある。これ私持ってきたわ。え、何？スリープミストとかおしゃれなものまであるんだけど、すごい。シャンプー、リンス、アイマスク。もう分かんないから全部一気に入れちゃうね。あ、いいね。これ上に欲しい。よいしょ。お腹空いてきた今。鼻かい。私ね、寒いと鼻かい。細かいじゃん。持ってる、なんかもう入れちゃえ。あやっちまったな。ズボラ飯。ズボラ飯入ってます。あ、飯、飯も。めっちゃ美味しそう。寒い中の鍋です。ありがとう。分けた。気持ちいい。まだ食べる前からなんかもう幸せよ。美味しいもんね、食べる前から。うん、美味しい。よし、乾杯。乾杯。うまい。うまっ。うん。あれ、ガスストーブつける？大丈夫か。食べた時期に車内快適だね。ちょっと外は寒かったね。外寒かった。最後の方寒かった。中で宅飲みでもしますか？宅飲みしよう。車飲み、車飲み。
見る会。イエーイ。では配食。イエーイ。乾杯。うまい。あー、マリちゃんもう寝ちゃうの？もう、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 さっき笑った時めっちゃ目覚めたわ。全然寝れないかも。一緒だのに。一瞬で寝れそう。車中泊だったの。天気快適。一日目終了とことで。ついてきて。そうだけして。なんでよ。そっちがリーザに。もう。もう。マリー。おはようございます。おはよう。うーん、おじさん。どうしたかあったっけ。あれ、あそこにトイレ行きたいんですけど。待って。ありがとう。ごめんね。やばい、ありがとう。全然違うんだけど。目挟んだ。え、そうでしょ。涙出てきた。マジになった。で、あのさ、うん、ちょっとお借りになってしまったから。マリコはどんべお湯を沸かします。いやー、富士山出てきてるじゃん。すごい。ほんとだ、たくさん持ってきた。コーヒーおじさん。おじさんなん。何があるの？モンテショコラード、アルシャキリマンジャロ、ベルメーリョアンティグア。何がいい？かぶったらじゃんけんね。せーのにする。せーの。なんで一番難しかった。そう。じゃあベルメーヨアンティグアをかけて勝負じゃ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あー、いかでしょ。あー、あるしゃきりまんじゃん。普通に美味しそう。朝からどんべを食すなんて最高だ。いただきます。うまっ。はい、どうぞ。うん、美味しい。宿泊どうだった？めっちゃ良かった。快適すぎてね、やばいよね。マットふかふかだよね。そう、めっちゃ分厚いんだよこのマット。枕もめっちゃ良かったんだけど。あ、11時間ぐらい寝てたから。いや、ほんとこの景色を、これは私かぶってる。